に入っていきます。じわじわと上がる1番の尾崎、その後ろに7番の細田が続いています。ペーサー退避しました。残り600の鐘。1番の尾崎がゆっくりと先頭に立ったが、しかしそこを見て7番の細田が仕掛けていった。7番の細田が先頭に変わって2番手に1番の尾崎が収まる形になるのか。その後ろは5番の山口が続いている。4番手少し車間が空いた。6番の伊藤と4番の小川が並んでいます。2番手内側から1番の尾崎が先頭に変わった。2番手は7番の細田、そして5番の山口と並んでいる。差を詰めてこれるか。6番の伊藤、そして4番の小川、後方からは2番の柴井も上がってこいという体勢。1番の尾崎が先頭だ。4コーナーから直線、尾崎が先頭、追うのは細田、尾崎が粘る、細田が追い込む、細田尾崎並んだ、ゴールイン。わずかに尾崎か。